813号面会が出る。867号出る。851号出る。3人とも今すぐ決めろ。罪に服してこの高機動刑務所でその一生を終えるか、それとも機動刑事として働くか。つまりあんたの犬になるっていうわけか。どっちにしろ自由はないってことだ。そうでもない。機動刑事となり永久電脳犯罪者を捕らえれば、貴様たちの罪も少しずつ減刑されていく。いずれは自由の身になる可能性もある。あとはお前たちの能力次第だ。とんだ茶番だぜ。だが退屈とはさよならできそうだ。いいだろう、成り行きに任せるさ。俺も乗った。わずかでも自由になる確率がある方にかけるべきだろうな。813号、いや千石俊介、貴様の答えを聞こう。自由が欲しければこれを受け取れ。長谷川十三、心配すんな。あんたの思う壺にはまってやら。腹抱えて笑うがいいぜ。バーサス、羽橋を上げろ。理由を説明願います。奴を取り逃がしたくなかったら早くしろ。了解。第13ベイブリッジ機動刑事の特務執行のため作動させます。Thank you.
残念だな。データを横流しして儲けた金も高機動刑務所じゃ何の役にも立たんぜ。犬野郎。任務完了です。どうしました、戦国。頭ガンガンしやがる。ジェシーの店の動きがひでえ酒だ。機動刑事心得、第9条に違反です。あなたは任務に支障のない万全の体調を維持する義務があります。俺がいつ任務に支障をきたした。さすがに血の通わないブリキ野郎の意見だな。二日酔いには十分な睡眠が必要です。言われなくともそうすら。生きているなら返事をしろ。今首探してるとこだ。24時間だ。24時間経てばその首輪が爆発する。くだらん冗談も永久に言えなくなる。二日酔いが治るならそれもいいや。今すぐ吹っ飛ばしてくれ。生き延びたければ至急署まで来るんだ。腐ったれ。先ほどの一件のお手柄の査定が提出されました。3年6ヶ月の減刑です。よって残りの刑期は312年と4ヶ月です。ブリキ野郎、あと何人の悪党をと捕まえりゃこの忌々しい仕掛けとおさらばできる。回答不能です。ファイルをお持ちしました。遅い。交通渋滞なんて22世紀以前の話だ。どういうこったい。電脳摩天楼にいる5万の人間が避難してる。何があった。メインコンピューターが
外部からハックされたらしい。電脳摩天楼のメインコンピューターには軍事用と同様最強のプロテクトシステムが備えられています。しかしながら現在大量のウイルスが侵入している模様です。大江戸を乗っ取る気か、その犯人は。犯人からのコンタクトはまだない。だがメインコンピューター室とエレベーター内に人質が閉じ込められている。いずれ何かを要求してくるだろう。犯人を捕らえるのだ、24時間以内に。それ以上摩天楼コンピューターが作動できない状態になれば、この大江戸は大混乱をきたし、それに乗じてウジ虫どもが這い出てくるのは確実だ。星の手がかりは？現在容疑者のデータバンクを検索中です。先にゴーグルと弁天を行かせてやる。知恵を出し合って解決しろ。あんた人使いが荒すぎるぜ。首輪のタイマーはあと23時間16分でセットしてある。解決できなければ首なし死体が3つ並ぶことになる。いや4つだ。そん時は俺が4つ目を並べてやるさ。何もかもコンピューター任せのこんなバカでかい町を作るからこのざまだ。機械なんぞとはほどほどに付き合うもんだぜ。ああブリキ野郎。このメカニズムを創造したのは人間です。大江戸も私もその指示に従うだけです。そりゃそうだ。だが現実を見ろ。それがあべこべになっちまってると思わねえか。セキュリティシステムは作動しているのか？システムの作動はチェック済みです。メインプログラムのロードは？ダウンロードは終了。ファイル23に外部からのデータが侵入しています。プロテクトシステムが破壊されました。国内、いや全世界のデジタル回線を遮断するんだ。無理です。回線すべてが乗っ取られています。どうだいゴーグルさんよ。実に面白い。まるでコンピューターチェスだ。先手必勝、チェックメイトも時間の問題だな。相手は天才的だ。感心してねえで首がついてるうちに何とかしろ。通常デジタル回線からメインコンピューターにリンクする場合には厳重なパスワードを経てプロテクトシステムが作動する。しかしそのシステムすら数秒で破壊される。それも外部からのアクセスでだ。私に蓄積されたデータでは推測範囲を超えています。回答不能です。デジタル回線の逆探知は不可能だ。無数のトラップを蜘蛛の巣並みに張り巡らしてる。ざっと計算しただけでもダミーネットが10の8乗もある。お先真っ暗だな。エレベーター内の人質の中にお経がいる。励ましてやれ。お経が？住民の避難誘導中に巻き込まれたらしい。はい、こちら城之内秘書官です。戦国だ。戦国さん、居心地はどうだ？大丈夫です。15名全員無事です。そうか。明日の昼には書類の山の前で居眠りができるさ。俺を信じろ。はい、信じてます。じゃあな。上出来だ。お先真っ暗とは思えない。そう言ってやった方が良かったか。あれはまだ警察学校出たての年齢だ。殉職するには早すぎる。メインコンピューター室の人質は何人だ？一人だ。メインコンピューター室長デイブ黒川。
大江戸の最重要人物の一人に入っている超エリートだ。だがそこへはコンタクトできん。通信も遮断されてる。臭いな。そこに星が隠れてる可能性もある。あそこへは近づけん。通路には防犯レーザー、左右には何重もの防護シャッター、床下天井も同様だ。それら全てのシステムはすでにロックされてる。ふっ、ますます臭いぜ。弁天もそう言ってた。さすが名コンビ、気が合うな。まるで立たされ坊主だな。バーサス、ビームの照射時間を測れ。照射時間 0.75 秒、射出間隔 0.25 秒。レーザーバリアの耐久時間、内蔵パワー全放出による耐久時間 3.02 秒、メインコンピューター室までの距離67メートル20センチ。一生そうやってろ。ナンブルガーだ。非常事態における武器の携帯を許可します。さっさと頼むぜ。指紋ロック確認。お次はあれだ。お上手だ。お前に一番合ってる仕事だな。ふっ。稼働システムはどこだ。 AU50 タイプですか、岩田896タイプですか。そんなこと知るかい。 AU50 タイプは右上の896タイプはアーム状の先端に装備され、システム自体は4号機タイプを上回る最新の設計が施されています。しかし現在最も普及しているのは AU50 タイプであります。デイブ・黒川さんだな。誰だ。あんたを助けに来た刑事さ。助けにだと。何がおかしい。お笑いだ。一体どこへ逃げろというんだ。どこへも逃げられはしない。ここだ。ここが一番安全な場所だ。どういうことだ。この部屋の周りのシステムだけは私がロックした。奴の先回りをしてな。あんた星を知ってるのか。お前たちに捕まえられる相手じゃない。脳なし警察に何ができる。駐車違反を取り締まるのは得意中の得意さ。役立たずな。知りたければ教えてやる。犯人は天地義和。証拠は。奴はこの摩天楼開発に携わっていた。こんなことができるのは天地以外にない。バーサス、人物照合しろ。天地義和だ。了解。なんてことだ。デジタル回線の逆探知が全て摩天楼へ戻っている。犯人はこの摩天楼の中にいるってのか。まさかそんなことってあるか。探せ、発信源を探すんだ。天地義和、
日系人、国籍、オーストラリア、生体素子と光論理素子を複合したホロニックコンピューター理論発表。この理論を大江戸メインコンピューターシステムとして採用、摩天楼プロジェクトに参加。完成直後の2793年に消息不明、当時43歳、死の所在捜査については天地義和失踪事件として極秘ファイルされているため照合不能です。15年前から消息不明だとさ。そんなことは知っている。奴はこの大江戸のどこかにいる。さっさと捕まえろ。黒川さんよ、やつの狙いはあんたの命か？人質のエレベーターを止めろ。飛んだ警告だ。あんたを殺すためなら何でもする気だ。なぜだ、なぜ狙われる。黙れ。貴様などに言う必要はない。それ以上近づくと殺すぞ。なんだ。クソ野郎、こいつは指紋ロックが施された特別品だ。俺以外の人間にとっちゃただの鉄の塊さ。今度は間違いなく弾が飛び出る。そうすりゃアマチも手間が省けて大喜びだろうぜ。貴様、それとも刑事か。そうさ、無期懲役を執行猶予されてる立派な刑事だ。こんなことしてただで済むと思うなよ。そりゃお互い生き残れたらの話さ。いえ、なぜアマチはあんたを狙う。アマチは天才だった。摩天楼開発のシステムエンジニアとして同様に携わった私とヤツとではあまりにも差が大きすぎた。やつの有り余る才能とその約束された地位が私の憎悪をかきたてた。私が栄光の地位と名声を得るためにはアマチの存在をなくす以外になかった。私は実行した。やつを殺したのだ。15年前この摩天楼で。奴が生きてるはずはないのだ。恐ろしい。これは15年前の復讐だ。私に復讐するために戻ってきたのだ。ほう、信じられん。バーサス、戦国へ回線をつなげ。了解。発信源を見つけたぜ。驚くな。犯人はこの摩天楼の中だ。
東大元暮らしか。正確には63回路の最深部付近だ。オッケー、とっ捕まえよう。気をつけろ千国、妙な相手だぜ。遺体が死ね。確かにそうだ。だが始末は俺がつける。奴には借りがあるからな。この部屋の周りのセキュリティシステムを解除しろ。あとはお祈りでもしてるんだな。ポケッとしてないで仕事しろ。63回廊に星がいる。悪い星並びだ。不吉の前兆か。外部へのアクセスを確認。どこへのアクセスだ。 3F102 衛星コントロールタワーです。衛星レーザー砲で摩天楼を破壊する気か。正気じゃねえ。デジタル回線に関わる全てのデバイスをここに回せ。はい、はい。よし。タクシーで送ってくれるつもりか。送ってくれるさ、あの世までな。整理は任したぜ。バランサーが止められた。倒れるぞ。電脳摩天楼が倒れるぞ。悪いが今取り込み中だ。デイブ・コロカーの自供は証拠として録音した。彼を射殺しろ。何だと。殺せと言ってるのだ。彼一人のために大江戸を危険にさらすことはできん。奴は殺す価値もねえ。法が裁くさ。アマチ失踪事件はかつて私が担当していた。だが上層部の圧力で潰された。クロカーが手を回したためにな。奴は15年前に罰せられるべきだったのだ。あんたの苦労話を聞いてる暇はねえ。俺はアマチと肩をつける。命令に従え。黒川が死ねば言葉を収まる。それとも貴様の首を今すぐ吹き飛ばすか。気に入らんやり方だ。あんたもアマチも。虫ズが走るぜ。
バーサス63回廊のブロックはいくつある？12ブロックです。間違いないな。ねえよな。数が合わんぜ。1ブロック消えちまってる。これで数は揃った。新しいパターンをインプットさせてやる。計算しろ！バーサス、任務完了だ。飼い主に伝えろ。飼い主、意味不明です。その固有名詞は登録されておりません。勝手にしろ。
ふざけんな。なんだって俺のケーキだけが減らねえんだ。繰り返します。査定から命令違反の減点分10年と6ヶ月を差し引くと315年2ヶ月の刑期に延長されるのです。諦めろ戦国、バーサスに行っても始まらん。同感だ。とりあえずは摩天楼も俺たちの首も無事にある。首があればこの仕掛けを取っ払う確率も残されてる。余計なお世話だ。いいかブリキ野郎、一度クズ鉄にして売り飛ばしてやる。クズ鉄の山の中で俺のことを思い出せ。そして後悔するんだ、お前が血も涙もないブリキ野郎だってことをな。あ、戦国さん、ちょうどよかった。ここんとこなんて書けばいいか教えて。要するに容疑者天地義和は15年前に死んでいたわけでしょ。それなのにどうしてあんなことができたっていうの。ブリキ野郎に聞け。もうバーサスだってわかんないって言ってるのに、報告書どうすればいいの。解析不能と書けばいい。アマチャ等の昔に殺されていた奴の意識だけがコンピューターにリンクして、黒川への復讐のプログラムを作動させ摩天楼ごと破壊しようとした、なんてことが説明つけられるか。確かなことは一つだけだ。黒川が死んでアマチの復讐は結局果たされた。それだけは誰にも止めることができずにな。とんだミステリーさ。そうね。戦国さん、お茶でもおごろっか。やめとこう。のんびりお茶なんぞ飲んで、じいさんになっても首輪がついたまんまじゃ肩が凝ってたまらんぜ。そん時は私が肩もんでやっからさ。ありがとうよ。だけどな、俺はその前にさ。その前にこの首輪を突発してやる。この大江戸に救う悪党をごっそり掃除してな。